どうも、キノコ大好き、キノコマンです。というわけで、今回はですね、キノコ大好きというスキルがあるんですよね。まあ、簡単に言うと、その辺に生えてるキノコを自分で食べて、いろんな効果を得られるという、そういう効果でございます。キノコの拾い食いってか。まあ、別にその辺にあるキノコじゃなくても、自分で持ってきたキノコでも全然大丈夫。でね、今回何がしたいのかっていうと、広域化っていうのを前に僕動画にしてるんですけど、この広域化込みで、このキノコ大好きの効果が、ちゃんと広域化でみんなにね、効果が広まるかどうかっていうのを今回は調べるというか、まあ、多分行くとは思うんじゃけど、ただ僕はこのキノコ大好きっていうのがすごく強い効果なんだよっていうのをね、皆さんに改めて伝えたいなと思いまして、今回動画にしております。というわけで、まあ、今回の、スキル紹介なんですけど、まあ、広域化とキノコ大好き、まあ、ここだけなんですけど、メインはただ太刀を使う以上能登術はいるかなということでレベル2をつけてると。で、それで、スロット2のやつが空きが2個できたんですよね。だからそこで、まあ、弱徳を2つ装飾品で入れたっていう感じでございます。まあ、防御はね、まあ、いつもの通りスロット1のところの余ったところを入れてるって感じで、装備はこんな感じでね。このキノコ大好きの装飾品がスロット3なんですよ。ここがなかなかハードルが高い。まあ、3分その分強いんだろうっていうことを言いたいとは思うんですけど、このナルガと、ウツシ、それからなんと5石にですね、私ゲットしたんですよ。これがこのめちゃくちゃ良くない？この5石スロット3のところにキノコ大好き入れてるんですけど、もともと広域化がレベル2もついてるっていう。まあこれみんなが神オマって言うんかどうか知らないけど、僕にとっては神オマだった。もうほんとね、これ出すまでにめちゃくちゃ時間かかったのよ。もう諦めて、なんかなんとか組み合わせて、この、なんだろう、キノコ大好きと広域化だけは頑張ってつけようかなと思ってた矢先に、やっと最後の最後で出てきたのよ、この5石が。本当に良かった。つうわけで、まあ、これにプラスアルファで、まあ、弱徳も入れれたよっていう感じで、まあ、もっといいやつがあれば全然切り替えてもいいのかなと思うんですけど、とにかくスロット3だよね。ここがないと、まず完成させられないっていうとこなんですよね。ハードルが高いんですよ。で、一応装備自体、その混沌のパオってやつ、混沌シリーズが一応それに当たるんですけど、スロットがね、ないやつとか結構多いんですよね。だから、今回は採用してない。まあ防御力もちょっと怖いなっていう部分もあった。まあこの段階でなかなか防御力きついですけどね。ちなみに防御力は375っていう。これなかなか戦えるのって思っちゃうけど、でもそれをフォローできるぐらいキノコ大好きっていう能力が強いんですよ。つうわけでちょっと実際にクエストをやってどんな感じなのか見せていきたいなと思います。よし、来ました。ということでね。早速、一つずつ紹介をしていこうかなと思います。これね、全部持ってきてます。で、まず、青キノコ。これを飲むと、体力が回復します。で、これがなんか普通の回復薬を飲むよりも、モーションが短いか、らしいです。だから普通の回復薬より、便利がいいと。はい、そんな感じで、次、マンドラゴラ。これが、なんと、ちょっとごめんね、上昇がしてるのが全然わかんないけど、これがね、飛躍なんですよ、実は。飛躍で体力全回復するんですよ。で、10個も持てるっていう。えぐくない？これ。回復薬グレートより強いからね。で、青キノコは普通の回復薬より飲むスピードが速いっていう。素晴らしいですね。で、次、ニトロだけ。これを飲みますと、なんと、攻撃力が5上昇します。これは、力尽きるまでずっと継続されるんで、これも素晴らしい。次、麻痺だけ先に行きます。麻痺だけこれを飲むと、なんと防御力が15も上昇します。これも、効果が一度力尽きるまで継続されるという、もう素晴らしいですね。もうこれで、さっきのね、防御力のサポートもね、フォローもできます。で、次、毒天狗だけこれを飲みますと、なんと、まあ、これゲージ見たらなんとなくわかるかもしれないですけど、自然回復力が上がります。これも素晴らしいですね。元気ドリンクと同じような感じです。で、最後これ。これがすごいんですよ。これがね、ドキドキの子飲むと、なんと、スタミナを50も上昇させまして、競争効果がつくっていう。もう一回言う、競争効果がつくんですよ。だから弓との組み合わせもね、結構いいんだろうなと思うんですよ。っていう感じです。これ、効果時間が3分って書いてます。
はい、3分間だけ待ってやるぞと、お前の攻撃を待ってやるぞということで、このパーフェクトな状態でねキノコ大好きマンがモンスターを討伐しに行くということで、まあ、若干ねまだこれでも防御力が少し怖いなっていうところがあったので、攻撃があんまりしてこないであろう大夏地さんを今回は倒していこうかなと思います。で、まあ、もう一個検証したいのがですね、みんなにしっかり効果が付与されるかどうかっていうところなんですよね。これが今自分だけでもこのえぐい量さ効果がついてるのを、これをみんなで共有できたらマジ最強じゃないって思うのよ。はい、つうわけで、そうですね、まあと随所随所でねしっかりと使っていきたいとは思いますが、てかシンプルにさ、これがあれば回復薬プラスこのキノコを持っていくことで回復薬の代わりとしてもたくさん使えるし、なんならこの代謝跡とかめちゃくちゃキノコ生えてるからね拾い食いさえすれば、あの回復薬にもできるっていう、まあもともと薬草があるからね、回復薬はできるんだけども、キノコでもできるっていう、もうキノコを食べるっていうところが大事なんですよね。はい、つうわけで早速死にそうな方がいますね。回復オッケー。あれ、満足感、あ、そうか、満足感もそういやスキルあったな。生きろドゥルーさん、生きるんだ。あ、やっぱり食うスピード早いね、さすがだわ。さすが青キノコ代謝。あー、オッケー、行くぞ。やば、大丈夫、ちょっとハンターランク、皆さんのハンターランク見てなかったけど大丈夫かな。オッケー、どんどん回復させていきましょう。で、最悪マンドラゴラ、てかマンドラゴラ使ったらさ、みんな全開するのかな。さすがに全開まだいかんか。あ、ドゥリューさん、クソ、俺がもっと早く気づいていれば生かせれた命だったの。つうか私も結構食らってます。ちょっとマンドラさん使います。おうおお、回復する。めっちゃ回復するやん。え、これは、自分で回復してるんかな？ちょっと攻撃化の効果が、どのぐらいまであるのかわかんない。さあ、あ、てかあれだね。まず、飲んでなかったわ、みんな。さあ、みんな、効果を得るがいい。オッケー、やっぱ、いきますね。ニトロだけと、あと、麻痺だけも飲んで、みんな防御力と攻撃力をしっかりと上げるんだ。あ、さっきこれしとけよかったな。そしたら死ななかったかもしれないね。残念だ。判断ミスですね、これは。そしてあとは自然回復力を上げなきゃいけないですね。はい、ドクテングだけ。オーケー、これで皆さん、もう最強です。みんな最強。いいね、いいね、いいね。この組み合わせ最強だと思うよ、僕。本当に。攻撃化が好きな人はね、ぜひともこのキノコ大好きつけてみてください。あ、デュルーさん死んじゃう。生きろ。オーケー。いいですね、回復量が。満足感、あれ、レベル何個やったかな ?1 とか2とかやったと思うけど、割と発動するね。確かレベル3で、何パーやったかな半々ぐらいやったかな、ちょっと確率忘れちゃったけど、え、めちゃくちゃ発動するやん。まあ、キノコめっちゃ食うとるからね。数があればその分、発動する確率も、確率というかその分、数は多くなるんじゃろうけど。いや、全然や。レベル1やん。レベル1って何パーセントなんですかね。でも結構あるだけでいいですね。なんかやっぱ回復、あ、じゃない、こういう攻撃化と満足感って結構セットみたいな感じに言われてますよね。まあアイテムがね、そりゃ、使う量が増えたらそりゃそれでいいし、減らん方がそりゃ A に越したことはないんだけど、僕的にはね、別にアイテムが減ろうが増えようが、減ろうが増えようがって、減ろうが減らなかろうが、別にそこまで、あ、もううざいな。それはうざすぎ。あんまり関係ないですからね、僕は。やっぱ攻撃化のいいところってね、やっぱなんかみんなほっこりするんですよ。あ、回復してくれたんだ、みたいな。結構クエスト終わった後とかにスタンプとかでありがとう、みたいな感じで言われる。結構嬉しいですよね。ごめんなさい。一番やられちゃいけない人がやられちゃいましたね。いや、まあ今回はね、ちょっと検証としてやってる部分もあるから、ほんとごめんなさい。あー、ドルーさん、死んじゃダメ、死んじゃダメ、死んだらクエスト失敗しちゃうから、ほんとにそれだけお願いします。あー、オッケー、危ない。いや、ちょっと、怖いわ、ほんとに。心臓に悪いわ。やばい、ドルーさん、生きろ、生きてくれ。諦めないで。
諦めないで、諦めないで、マユミキもそう言っております。あとちょっとだから、あとちょっとだから、頑張れって、頑張ろう。オッケー、いやよかった。いや本当ごめん、ごめんなさい、本当に死んでしまってちょっとキノコの検証したかったんです。キノコと広域化の検証したかっただけなんです。ごめんなさい、本当に。今回はこんな感じで終わろうかなと思います。はい、今回こんな感じですね。まあ、ちょっとね、皆さんにもぜひとも作っていただきたいっていうのはあるんですけど、なかなかね、広域化とキノコ大好き組み合わせるのは結構難しいです。まあギリギリなんとか五石をね組み合わせればできなくはないんですけど、それだとねやっぱ他の納刀とか弱徳とかこういったものを入れれなくなっちゃうから、あんまりおすすめしないから、まあネタの装備として作る分には全然いいとは思うんですけど、あとはまあシンプルにキノコ大好きを自分だけで使う分にはそれは全然使えると思うから、まあそれにキノコ大好きって別にあれなんですよ、ちょっとまあ説明もちょっとしようかな。これね、これで作れるんですけど、レベル1とレベル2とレベル3で食えるキノコの種類が変わるんです。種類が変わるんじゃない、種類がどんどん増えていくんですよ。でレベル1は青キノコとか同期、まあ青キノコだけ食えれるのでも結構大きいとは思うけどね。でレベル2になるとニトロだけ、マヒだけと、あここでも結構いいですよね、攻撃力と防御力上げれるし。でさらにレベル3になると、マンドラゴラ、まあでも結局マンドラゴラ食いたいよなみんなドキドキのキノコも食いたいよね、それスタミナ上がるわけやし。あーつうことで、まあ結局レベル3いるのかなまあその辺は好き好きにやってくれたらいいのかなって思います。そんじゃまあ今日はこんな感じでキノコ大好き男がご紹介いたしました。つうわけで今日はこんな感じで終わろうかなと思います。そんじゃバイバーイ。